ミクマック象形文字は、カナダ東海岸に居住するアメリカ先住民であるミクマク族により使用された文字。標語文字に音声要素が共に用いられていて、古代エジプトのヒエログリフに類似して、標語文字、アルファベット、表意文字としての情報を有する。研究者たちは17世紀より知られている最初期のミクマクの象形文字が、記憶補助のための絵文字ではなく、 文字体系なのかどうかを議論した。17世紀フランスの宣教師、クレティアン・ル・クレルクは、ニクマク文字を教育目的に使用した。1978年、スミソニアン教会人類学部のアイブズ・ゴダードとウィリアム・フィッツヒューは、宣教師が来る以前の体系は単なる記憶補助に過ぎず、文章を書くためには用いられなかったと主張した。シュミットとマーシャルは1995年、 1600年代の宣教師による初期法は文字体系として完全に機能すると論じた。これが示すのはミクマックがアングルアメリカの原住民の言語の中で最古の文字を有していたということである。ミクマック小形文字によって書かれた献身式の文章。ココイノックラ MST テリーククミイラロッジと読み直訳すると、なぜそれらすべて 後に彼は彼らに、それをする。なぜ、それらの手順のそれぞれが必要かという意味になる。1675年により、ヌーベル・フランスがスペ半島のローマ・カトリックの宣教師であった、ルクレルク・神父は、ミクマクの子供が記憶補助のために、カバの皮に符号を書いていると主張した。それは往々にして、山嵐の棘を樹皮に、記号の形に直接押し当てることでなされた。 ルクレルクはそれらの符号を祈りを書くために採用し、必要に応じて新しい符号を考案した。この文字は、ミクマク族の間で一般的であったことが立証されており、19世紀まで使用されていた。宣教師の来訪を以前に、これらの符号の使用の歴史的、考古学的証拠はなく、記憶補助のための符号の使用がどれだけ昔からあったのかは明確ではない。また、 これらの符号とミクマックのペトログリフとの関係も不詳である。生物学者にしてアマチュア悲鳴研究者であったバリー・フェルはいくつかの先、コロンブス期のアメリカ大陸の碑文がヨーロッパ人によって書かれたと主張していて、ミクマック象形文字の起源は先コロンブス期だけではなくエジプトにあると論じた。主流の悲鳴学者などはフェルの主張を無根拠であるとして否定した。ありがとうございます。